鶴さん小学部行ってみたいと思います。モテ泉公式が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の長文はこちら。段落は6つで、設問形式と設問数はこんな感じでございます。合計9問全ていきますからね。頑張っていきましょう。さあ皆さん、設問の指示はこちらとそしてこちらでございます。まずは一読をお願いします。では皆さん、1問ずつ行ってみたいと思います。まずは第一段落を一読していただいた後、この下線部 E ですね、選択肢はこちらになっておりますので考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、下線部読んでいただけますと too too 構文ですね。 too good、 あまりにも良すぎて、 to be true、 本当ではない、まあ、そんなうまい話はないですよっていう話ですね。で、それに近いものをまず選択肢の A から確認すると、convincing は説得力のある、実は本当ではない、信じられないわけですから説得力はなさそうですね。で、選択肢の B は本当の、まあ、本当じゃないんですね。で、選択肢の C をすっ飛ばして選択肢の D、 否定できないってことは肯定的な話になっちゃいますね。もちろん下線部は本当ではないですよという後ろ向きの内容でございますので、正解は C ですよね。これだと皆さん、信じられないということですから、あまりにもうまい話なので本当ではないと、つまり信じられないということですから、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下線部ローでございます。選択肢こちらでございますので検討をお願いします。皆さん、ローですが entrepreneurs、起業家、もしくは事業家のことですよね。で、その起業家、事業家がしそうなことと言われたら、まずは A を飛ばして B、 Found Innovative Companies、 まあ、会社を創設するのはいいんですが、イノベイティブになるかどうかはわからないですね。まあ、普通の企業を創設する人も起業家でございます。そして選択肢の C、 レンドマニーだと投資家っぽい話になっちゃいますね。そして選択肢の D も、皆さん、謎を解決してる場合じゃないですね。ですから、起業家、事業家なわけですから、お客様に対して何らかの方法を考案する、生み出すのが仕事ですよね。そして社会に貢献していくわけですから、選択肢の A が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、まずは設問の指示の一読をお願いします。皆さん、第2段落を一読していただいた後、こちら空所 A ですね、選択肢はこれでございます。その空所の中に入れるもの、一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん、空所の左側、このあたりですね、読むのが遅い、 で because、 なぜなら点点点だからということですね。で、読むのが遅い理由として、皆さん、まず選択肢の A、 demanding、きつい、 B は難しい、 C は疲れる、で D は効率が悪い、まあ、ここだけ見たら全部いけそうなんですが、ですね、読むのが遅いからこそこのコースですね、焦点を当ててるところがございます。それを生徒さんにこれこれこういうことを教えるんですね。まず皆さん、焦点を当ててる一つ目はこれですよね。目の動きがこう行ったり来たりするんでしょうね。それを fewer と書いておりますから、なるべく少なくすると。で、それを教えるということは、それが普通の人はできないということですね。そして、より正解に近づくのは多分このあたりでしょうね。Take in more information。より多くの情報を理解する。With each glance。まあ、一回見ただけで。そうです。一回見ただけで、より多くの情報を理解する。吸収する。で、それが理想なんですが、まあ、それができないからこそ読むスピードが遅いんでしょうね。ですから、より多くの情報を得るのに何回も何回も読んじゃうんでしょうね。ということは、皆さん、それは効率の問題ですよね。つまり効率が悪いから読書のスピードが遅いと。ですから正解は D ですよね。さあ、続いての問題はこの下線部はハでございます。選択肢はこちらですからね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これも下線部は見た瞬間にいけそうですね。suspicion、 疑い。で、選択肢の中で疑いの話は一つしかないですね。もちろん正解は A、 skeptically、 懐疑的にと言っておりますので、もうそのまんまですよね。で、選択肢の B、 この discreetly、 今日もし知らなければできれば覚えてほしいなと思うんですが、慎重に、
まあ、最悪知らなくても A のこのスケプティカリーで正解を選ぶのはそんなに難しくないかと思います。で、選択肢の C は instantly、 すぐに。 D は precisely、 正確に。ですから疑いの話があるのはやっぱり A ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第3段落と第4段落でございます。一読をしていただいた後、この空所 B ですね、選択肢はこの辺りにございますので検討をお願いします。まず選択肢の A、eventually はダメそうですね。まあ最終的にという意味でいいんですが、それを存在させるためには1番目うにゃうにゃ、2番目うにゃうにゃ、で最後にって時に eventually という表現使いますので、そういう1番目2番目という話があるかというとないですからね。そして次にダメそうなのは C の however ですね。しかしながらということですから前後は反対。例えば皆さん空所 B の右側 instruct、肯定文ですよね。で、however 使いたければその空欄 B のその直前の文章、このあたり。このあたりが否定文になってればいいんですが、否定語は一つもないですね。ですから前後は反対にならないので、however もダメそうですね。で、おそらく皆さんはこの波線引っ張ったところですね。この関係性を皆さん捉えていただいたかと思います。で、皆さんまずこのあたりですね。skin better。まあ、広い読みができるようになるんでしょうね。で、その段階で皆さん選択肢の D、 これを選ぶと結果としてパラグラフなどの始めの部分に焦点を当てるよう教えてもらう、教えてもらう、まあ、指導されるようでは皆さん原因結果の関係にならないですね。つまり因果関係が不成立で、一方 for example であれば広い読みができるようになります。じゃあどこを広い読みしますかと言われたら、例えば、はじめの部分ですね。ですから、広い読みの具体例、具体的な部分、というふうに関係が確認できますので、B が正解ということで、よろしいかと思います。では、皆さん、続いて第5段落でございます。こちら、下線部2ですね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。では、皆さん、下線部2、バトルネック。これは皆さん、よく聞きませんかね。私は A 単語がボトルネックになっている、そういう使い方ですよね。そうです、成績の向上を妨げているのが単語ですから、選択肢の中で正解はと言われたら C ですよね。アバスタコー、障害。そうです、成績向上の障害となっているのが A 単語で、もちろん他の選択肢 A だったら鍵、 B は誤解、 D は秘密ですから、障害に近いものと言われたらこれですよね。よって正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、最終段落でございます。まずはこちら空欄 C ですね。選択肢これでございますので検討をお願いします。皆さん、これは空所の右側に and がおりますので、もう一発ですよね。もちろん正解は B、 between A and B、 これでバッチリです。さあ、続いて皆さん空所 D でございます。こちらの選択肢検討をお願いします。これはありがたいことに空所の右側にヒントがありますよね。視覚的な能力ではなくと言っております。ですから視覚的な能力じゃないということはどんな能力なのか、で皆さん選択肢眺めていただきますと、能力にまつわる表現が一つだけありますよね。で、選択肢の A は獲得、 B は分析で、 C をすっ飛ばして D は学習。もうわかりますね。選択肢の C、comprehension ということですから理解力。ですから視覚的な能力、力ではなく理解する力。ですから能力というつながりで C が正解ということでよろしいかと思います。さあ、今度は皆さん下線部法でございます。これですね、言い換え可能なものをこちらの選択肢の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ベッドと言われたら普通に直訳すると賭けですよね。で、もちろん賭けというのは A に賭けるのか B に賭けるのか、そのイメージで選んでいただいてもよろしいでしょうし、もしそれで決まらなければ下線部法の前後を皆さんは読むと思います。で、選択肢の A は選択、 B は意見、 C は予測、 D は証拠で、それにつながる話がどこかにあるのか、もちろんこのあたりに書いてますよね。Which words to focus on? どの単語に焦点を当てて、Which to ignore?
どの単語を無視するのか。それは選択ですよね。ですからそれを皆さん自らの意思で選んでいくわけですから、正解は A ということでよろしいかと思います。皆さんお疲れ様でございました。今から講評いってみたいと思います。皆さん、ワンステイの全体的な勉強法、これに関する動画はすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。まだご覧になってない方は参考になさってください。それでは小学部の設問形式、カッコ1番空小順、練習するなら政経と教育、そしてカッコ2番河川部説明、これも練習するなら国際教養と教育、そしてカッコ3番内容一致。皆さん、小学部といえば True or False 問題、近いのは立命館大学ですからね。そして並び替え問題、英作文問題、まあ、この上の長文もそうなんですが、このヤダチとスタディでも対策課になるように動画を取り揃えておりますからね。ですのでこちらの過去問演習、それと合わせて活用なさってくださいね。以上でございます。それでスクリーンショットをする方はどうぞ。ということで、忘れ向かって頑張りましょう。